皆さんこんにちは、小場所です。丸山です。はい、今回はですね、ちょっとまあ ふざけてると思われたら困るんですけどドラゴン桜塾がもしあったら、はい、学費いくらって話をしてみたいと思います。なるほど。まあ、今回は元祖ドラゴン桜についてお話ししたいと思います。はい、まあ、いわゆる桜木がですね、はい、学校にやってきて、はい、で、まあ、生徒さん2人いるんですけども、はい、男の子女の子がいて、はい、その男の子女の子に、まあ、徹底的にね、まあ、指導して東大に受からせるまでというのを、うん、まあ、描いている作品です。まあ、知らない人いないと思いますね、ジョーチャンネル見てる方は ね、はい、ね。で、まあ、じゃあ実際にね、まあ、ドラゴン桜、まあ、高校でもいいですし、はい、まあ、ドラゴン桜塾、はい、なるものがあったとしたら、はい、これ学費いくらかかるんだって話なんですよ。なるほど。というのはね、まあ、ドラゴン桜ってまあすごいスピードで成績上がっていくじゃないですか。はい、でその時に、まあ、もちろんこんなの現実的かどうかっていうふうにね、批判の目を浴びる人もいれば、はい、ちょっとは持ってるけど現実的に可能だっていう人もいるわけですよ。なるほど。で、まあ、成績伸びは分かんないですけど、まあ、僕から言わせてもらうと、はい、やっぱりまあ今まで勉強してこなかった子なので、はい、まずあの勉強時間取るのは難しい。確かに。ただ個別指導じゃない、基本も個別指導あれ、うん、まあ、1対2だけど、はい、もうほぼ個別みたいなもんじゃん。そうですね。だ、あんだけトップ講師が、ね、個別で見続けてやり続けたら、これ結構まあ当然受かるか分かんないですけど、成績は結構爆上がりすると思います、はい、点数的にはね、はい、なのでじゃあ実際そんな塾がもしあったら、ここがあったらこれ学費どうなるんやという話をしたいと思うんですね。はい、でまず、まあ、東大を受験するときの科目、はい、覚えてますかね、どの科目を使うか。はい、国語、はい、数学、はい、英語、はい、理科、はい、社会ですね。はい、でドラゴン桜の初代はまあ、リーチに受けろってことだったんですけど、はい、社会は特別の先生いなかったんですよ。はい、まあ、桜木が一緒にですね、はい、なんつうの、なんかマインドマップみたいな、はい、作るみたいなやったんですよ。で4人の英語国語理科、はい、数学の先生が来て、はい、でそれぞれその科目は一人一人一個ずつでしたよね。はいはい、まあ、一応アクタイム先生じゃないや、なんだっけ、アインシュタインみたいな先生が、理科は物理と地学を2個やってましたけど、はい、まあ一人とカウントしましょう、はい、4人いるんですよ。はい、この先生方の年収まあ僕も分かんないですけどいくらぐらいだと思います、トップ講師ですよ。塾のトップ講師だったらだいぶ1000万2000万ぐらいいくんじゃないですか、普通に。まあそれは余裕でいきますよね。はい、余裕で。だからまあめちゃくちゃ運よくね、トップ講師の方々を格安でですね、はい、例えば、まあ、じゃあ1500万で雇いたとしましょう。はい、まずないですよ。まずありえないですけども、1500円で雇いました、4人います、6000万です6000万ですよ、わかります、6000万ですよ。でですよ、でもね、もちろんその先生方がずっと2人にずっとかかりっきりじゃないじゃないですか。はい、だから、まあ、多分他の学年を指導したりとか、はい、他の人を指導するってこともあると思うんですよね。でせいぜい1日、まあ、その学校に来てから帰るまでって、まあ、大体普通の高校で、まあ6時間とか勉強しますよね。うん、そうですね。でまあ、ただ龍山高校の場合はですね、まあ、夜まで合宿にやりますから、はい、ってなると、まあ、12時間ぐらい、まあ、仮にですよ、かなり多く見て、はい、12時間先生が付きっきりで見てるとするじゃないですか。はい、ってなった場合、まあまあ、4人の先生がですね、まあ、12時間なので3時間ずつぐらいなんですよ。うん、だからまあ1日の勤務時間が8時間とかだとしたら、うん、大体こうまあ半分弱ぐらいの稼働を指導に当ててると、うん、で指導の準備もあるので、うん、めちゃくちゃ、ね、段取りがいいと、はい、1時間で準備ができると、はい、した場合ですよ、まあ、1日の稼働半分なんで、要は6000万の半分3000万ぐらいは2人のために投下されてるということなんですよ。いやこれめちゃくちゃ安く見積もってるんですよ。はい、普通に考えたらもっと高いですよ。はい、仮にめちゃくちゃ安く見積もって3000万投下されてますやばいですね。でかつですよ、なんか桜木弁護士は貧乏キャラですけど、はい、当たり前ですけど受験のアドバイザーがタダでやってくれるわけないですよね。間違いないですね。まあ、その人もじゃあ1人雇いましょうと、はい、でその人はまあじゃあ、まあ、安くね、年収はじゃあ1500万もなくて、うん、1000万ぐらい、はい、で半分ぐらいはじゃあその人が見てると、はい、500万ぐらいってなったらまあ3500万ぐらい、はい、あとはもう場所ですよね。はい、教室とかいろんな備品を使いますから、まあ、1人に対して、まあ、月ね1万円や2万円じゃ効かないわけですよ。はい、まあ、ただもう無視しましょう、ここは、はい、細かいんで、はい、じゃあ3500万のコストを払いつつ学費いくらにしたらいいのって話よ。確かに3500のものを3500で売れないでしょ。間違いないです。でもまあ売りましょう、はい、売ったとして1人1750万、どうや。まあ、もう貴族ぐらいしか受けれないですね、そんなの。1750万って今ね税金 10% じゃん、はい、10% でもほぼ2000万ですよ、はい、医学部より高いわ私立のこれは無理でしょ。無理ですね。ねえ、2000万ぐらいでもかかってるってことなんですよ。うん、だから僕ちょうどドラゴン桜が
そのドラマになったりとか、うん、あの完結する年に僕受験だったんですよ、はい、だすごい僕タイムリーでドラゴン桜大好きだったんだけど、はい、当時はいいなって思ってたんですよ、はい、だけど一応こう経営者の立場になって考えると、はい、このお金はどこから湧いてるのそう何度も僕読み直してるのドラゴン桜、はい、このお金は一体どこから湧いてるいや別に漫画にケチつけてるわけじゃないですよ、はい、ただこんなこと現実にあったらいいなみたいなねこんな先生方がやってくれたらみたいな感じだと思うんで、はい、ただちょっとこうあの面白い部分もあって、はい、英語の先生とかはスカウトして取ってきてるじゃないですか、はい、だけど数学 の, あの柳先生か柳井先生は、うん、あのなんかもう潰れかけた、はい、あの塾でなんかこう、ね、蜘蛛の巣かぶってるところから呼び出してるじゃないですか、はい、だあれワンチャン無休説ないかって無休はありますかねいや分かんないけど分かんないけどだって生徒いないさあの、はい、でボロボロの教室から呼んでくるというシーンがあるんですよ、はい、皆さん知らないかもしれないですけど、はい、だからもうワンチャンさあのなんかあの葉っぱかけてさ、はい、なんかタラでやめてあの人は本当にお金払われてるのかなみたいな、はい、ありますよね。まあ買い叩かれてる可能性はありますよね。そう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 、はい、逆にやっぱりこう芥山先生国語の、はい、とかはね、まあ、現代文古文かもやってるから、はい、なんか三教科文よこせとか言ってるかもしれないし裏でおかしくないですよね。そうどういうこうね給与ロジックでドラゴン桜成り立ってるとか僕は本当興味津々でしかないですだけどまあ本当の、まあ、あの話ですけどあの1日12時間とかはちょっとまあ過激でも、うんまあ、あの本当にトップ講師に勉強見てもらって付きっきりっていうのはやっぱ現実的じゃないんですよね、うん、ってなったらやっぱりどうするかっていうとあの自分の独学の時間をなるべく効率化するしかないんですよ。確かにそうということですよ。自分で独学ができるような習慣をつけるしかないわけだから、だからこそやっぱりあの1年弱4月から始めて東大その年受けるっていうのはやっぱり現実的じゃないんですよ、うん、やっぱり高2の頃から場合によっては高1の頃からまあめちゃくちゃ1日10時間やらなくてもコツ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 やってて、まあ、勉強ってこういうもんだなってこう分かるようになったタイミングで、まあ、自分の効率勉強効率が上がってきて、そこにまあ教材だったりとか場合によって予備校の先生の授業個別指導ってものがついてくるから偏差値が上がるって話だと、まあ、個人的には考えています。なので、まあ、非常にですね、まあ、そこに関しては、まあ、ドラゴン桜塾があれば、うん、まあそんな感じの学費になるんじゃないかなと思いますね半端ないですね、うんまあ、ただねなんかあのまあ、ドラゴン桜の2人、はい、もう下の学年にも一応特進クラスってあって、はい、そっちは人数多いんですよちょっと、はい、だから場合によってはまあそう考えるとちょっとこうまぶされて安くそうすると個別じゃなくなるしね、はい、でやっぱりでもそうですよ、あれだけの成績伸ばすんだったらある程度個別に添削見てあげたりとか、うん、質問に答えてあげたりしなきゃいけないので、先生方は意外と時間かなり使ってると思います。あのケースはね。ってなるとやっぱりね、うん、あれだけ優秀な方を集めるってなるとね、そんな安い金額じゃ呼べないんで、うん、大変だと思いますね。結構体力使いますもんね、はい、まあ、逆にね、あの安い金額でいいから講師やりたいっていう人いたらね、もう個別指導塾に来てほしいですわ。おいでおいでうちに来てほしいぐらいですそんな方いないと思うんですけどね、まあ、ただあの別にうちはねドラゴン桜塾ではないんですけど、はい、あの今ねあの講師募集してるんですよ、うん、個別指導塾の講師を募集してて、あの概要欄に、まあ、インターンと、まあ、同じなんですけどリンクが1個にまとまってるんですけど、そこがあるので、もしねあのうちでちょっと個別指導やってみてもいいかなという方は、あのそちらから内容をご確認いただければと思います。まあ、あの一応試験とかも面接とかもあるので、まあ、全員の方は、ね、当然採用できるわけじゃないんですけども、うん、まあ、我こそはとか、まあ、もしかしたらねあの落ちちゃうかもしれないけどとりあえずちょっと相談してみたいとかっていう方はぜひご連絡ください、うん、まあね、あのこれからもまあ、ドラゴン桜塾になるわけじゃないですけどまあ僕らもしっかりと指導とかね、はい、していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。